はい、こんばんは。こんばんは、ゆつ先生です。続きね、今ね、6個出しとうけん、その6個を見らんとこっから見ても意味わからんけん、ちょっと見て。で、ここから続きをやるんやけど、どれとうかな。なんでこのこれを覗いとうかっつったら、別に頭おかしくなったわけじゃなくて、そこのカメラが遠いけん、動画のスタートストップのボタンも全部自分で押しとうけんさ、押し忘れてないか画面を見ようと。でわざわざ一回一回さ、カメラのとこまで寄っていくのもめんどいけんさ、いつもこうやって確認しよう。まあ、それだけのことや、それだけのことや、それだけのことや。はい、じゃあ今日もマスキングテープを貼っていくね。マスキングテープ貼る前にこうやって覗いと、自分の目の映像でも撮っとこう。そういうのがね、意外と使えたりするの。こういうね、謎の映像をパンパンって入れたらね、意外とマッチしたりする。ここにターコイズ系の青をここにこうシュッて入れて、シュッて入れる。5本ぐらいシャ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 って、シャ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 って、そしたらもうこいつ尖ってんなみたいな感がまた増すと思う。これね、ほんと適当なんよね、貼り方。ここにターコイズブルーが来る。ターコイズブルー、これかっけえやろみたいな。ターコイズブルーが来る。この尖り散らかしたマスキング部分にターコイズブルー塗ってみて。尖っとんな。俺尖っと。乾くの待つ間にご飯タイムです。結局これが一番うまくない？俺もさ、一人暮らしさ、もう12、3年になるけんさ、カップラーメン相当食ってきたけど、結局ね、これに戻るんよ。最初はさ、金もないけんさ、豚麺うめえみたいな感じで食いようけど、そっからまあ就職したりしてさ、一回なんかね、だるまとか一風堂のカップラーメンとかちょっといいやつ、ビールとか調子こいて食ったりするっちゃうけど、結局これに戻るよ。これが一番うまいよ。あのさ、これのさ、普通のやつの、あの変な肉もうまいけど、これの中の謎のシーフードもうまいよね。そうそう、コメントでさ、色を塗ったりする時の真剣な眼差しや横顔カットを入れても素敵だと思いました。いいこと言ってくれるんやけん、今からこれ食い終わったら横顔カットと真剣な眼差しを撮る。まあ自分の横顔と自分の真剣な眼差しを自分で撮って自分で編集する、まあシュールやけど、ちょっとやってみる。ありがとう。カップラーメンを食う横顔でも撮るか、それ作品に入れようか。これをもう鬼のようなズームかけて、ちょっと上にして真剣な目を、こんな感じ違う、こんな感じ、こんな感じや。ここも一瞬作品に入れよう。分かった。食後のアイスやろ。やっぱあれよ、食後はね、アイスよね。ゆうと先生のおすすめアイス紹介。またって思っとっちゃうよ、どうせ。やっぱこれなんよ、一生はね、良くないなと思って、今回もローソンで選んだよ。でもこれかなと思って、さっきパピコ持ってきたけど、今日は板チョコアイスじゃないんだみたいな、板チョコアイスじゃなくてパピコなんだ、見えてるしとか思ってる人のこと考えたら、もう笑いが止まらなくなる。板チョコでした。じゃあマスキングテープを剥がそう。これどうなるかいな、マジでちょっと想像つかんね。剥がします。かっこいいね、このアベンジャーズ感。アベンジャーズって感じ。こんな感じね、いい感じ。もう疲れた、もうだるいけん、エンディング撮ろう。じゃあ、さよなら。I don't know.